どうもこんにちは宣伝部長の小です今日は大物続々暴露ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけでジャニーズ問題ですけれども。 やっぱりやってやがったかみたいな形で、まあ、過去にね、まあ様々嫌がらせというかね、応募を受けた方々がどんどんお話をされてるんですけど、まあ、今まではね、どっちかっていうと、まあ、匿名だったり追い出されたり人だったわけなんですが、まあ、今回はですね、まあ、割と大物の方々が触れられておられるので、まあ間違いないでしょうということについてお話をしていきたいというふうに思います。 はいいきなりドンって感じでね、えー、こちら、倉本壮さんですね、財界オンラインという記事の中で、まあ、今回の件について触れられておられるんですが、はい、で、えー、っとですね、ジャニーズ問題がついにというか、ようやく表沙汰になったと、で、かなり前、そう、10年、20年では済まない昔から、僕らの業界では当たり前のように知られていた話だが、ようやく断罪される時が来たらしいというところですね。で 何年か前だったかある売り出しの女優を番組に起用しようとしたらテレビ局から待ったがかかったと。でその女優がジャニーズのタレントとちょっとトラブったことがあったらしくその女優を使うなら今後オタクの局から全ジャニーズ関連のタレントで引き上げると脅されてと。だからその女優は使えないのだと申し訳なさそうに局から言われたっていうところでいやもうほんとびっくりですよね。<laughs> びっくりっていうか。 何様なのかな？みたいなところ、やっぱ思いますよね。でまあ、簡単に言うと1。市長から社からするとですね。したら、もうそのジャニーズだろうが、どこだろうが何だろうが。 どうででもいいわけですよその見てる作品が素晴らしければいいわけでこんなことを応募を繰り返していたらですねこれ逆もあるわけでしょだってこんなんで応募が効くとしたらうちのタレント使ってるのも効くわけですからいろんな意味において本来作るべき最高の作品を作る上においてジャニーズ忖度っていうのが働いてこれはやっぱりえっといわゆるエンタメのレベルの引き下げにもなっている可能性すらありますよね。 はい。ということで、まあ、しかも多分これジャニーズだけじゃないんじゃないですかね。あの <laughs>、だから、こんなもんことをやってたらですね、そりゃまあ、まあ世界で挑戦できないっていうか、もう今やね、もう国内の市場がどん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 小さくなっていく中で、まあ、 海外でね、まあ挑戦できるというかプラットフォームがどんどんできたし、そもそも海外で挑戦するプラットフォームかですら日本でね、えー、作るべきだったわけですよ。だから、まあよ,よく言われるね、堀江貴文さんがフジテレビとか、あのまま買収してたらフジテレビそのものがネットフリックスみたいな会社になっていて、みたいな話が言われるわけですけど、そうしたらそこの中に出れる。 でまあ、日本のタレントさん出やすいわけだから世界的なスターがね今日本ですごいって言われてる人なんかもっともっとすごかったかもしんないですし、まあ、あるいは海外受けするような、ね、今やこう、ね、眠ってるようなタレントさんってそこまで売れてないタレントさんが実はすごいとかねもう、まあ、そういうのはか話含めてたくさんあるのかなっていうふうに思うんですけどね、まあ、実際日本のこういった仕組みが嫌で、まあ、ハリウッドに挑戦する方 とかね、あ,あっちはなんかオーディション制なんで、まあ、ものすごくフェアだっていうことなんであっちで挑戦してる方もいらっしゃるという形ですかねはい。まあ、いずれにしてもその応募さんに、えー、愕然としたことがあるというあ然としたことがあるということですねはい。 で芸能界には昔からそういう暴力団的風潮があっていくつかの大手プロダクションには逆らえないという都市伝説的きっかけの掟があると何度かあえてそういう掟に無鉄砲に逆らって喧嘩したことはあったがまあさすがですねあうるせえみたいな <laughs> 使ったらみたいなことですよねはい。 で、そこへ今回のジャニーズ事件であるというところですね。まあ、やってることがやっぱり反社会的行為ですよね。その例のジャニー北多川氏の加害行為がなかったとしてもですよ。まあ、いろんな圧力とか等々を見てるとですね、まあ、明らかに反社会的行為ですよね。まあ、これでよく今まで摘発されなかったっていうかね、まあ、他のなんかね、芸能界以外の業界だったら、どうなってんすかね。まあ、だいぶ大問題だと思うんですけど、そもそもがね、何十年も前に。で で長年耐えに耐えた告発者の勇気に大きな拍手を送るものだがさすがにここまでの真実を知らされると長年この世界の端っこにいたものとして自分の無知が悔やまれるということですね。まあ、だから当然、ねまあまあ、ジャニーズ のそういった圧力に対してまあおかしいなって思ってる人からするとですねまあ当然距離も離れるわけだからその加害問題についてもまあ、いわゆるこれが本当の意味での噂レベルで知っていたってやつですよねだからズブズブの人たちは知りながら潰していたんですけどもまあ、それとはちょっと違うっていうことですよねまぁ、あ、ここはねもう明確に違うんでね分けなきゃいけないと思いますけどねはいでもなんかテレビがね なんかみんなうすうす知っていたんだからみんな共犯だとか言い出してですねどの口が言っとんじゃんみたいな感じになってるわけですけどはいでえっ、ー、とそしてでもいつも送ってくるテレビ雑誌は半分ジャニーズの PR 紙のごとき様相で中身の半分はジャニーズのグラビアどうなってるんだと年中思いだが新聞を取ってない山奥暮らしの民にはこれがないと番組表がわからないいという感じでねもうねだからテレビ見なきゃいいだけだと思うんですよねはいさすがにで で、そこで思うのは、ジャニーズという怪物企業と日本のマスメディアの関係であると、一体このつながりはどこから始まったのかということですね。はい。で、結局ね、まあ、恐れからそういうことになってるということなんだけれども、その力を恐れてるっていうのは、関連マスコミの現場であるのか、それともマスコミのトップであるのか、そこのことが非常に知りたいと。 で現場であるなら彼らは当然ジャニー氏の犯罪に気づいていたわけだし気づいて中かね見て見ぬふりをしてきたのなら彼らも一種のっていうかかなりの共犯者ですよねいやもしかしたらそういう風評を多少とも耳にしたことがあるかえ僕ら外部の関連者も知らぬ間に共犯者になっていたのかもしれないということですかねはいでそしてマスコミのトップに立つものは当然 えー、共犯者の一人だとしかもそれがマスコミというものの、えー、経済基盤を支えるために利益を得るために黙っていたのだとするならば報道というものは何とも情けないって感じなんですけどねこれね私も思うんですけどねまあこれもあの要するに。 会社の利益のためにやっていたとするならば言語道断だと思うんですけどまあまあ何んですか一緒に普通の企業と違ってねテレビってのは独,独占的に電波をかなり安く分け与えてもらってるんでねまあ公共性が当然求められる NHK は当然もっとですけどでだけどこれねまだ会社のためだったらいいんですけど個人のね欲望のためといいますか例えば出世だったりお金だったりあるいは まあまあ芸能人の紹介だといろいろあると思うんですけどそれのためだったとするならばっていうかまあその可能性がね結構高いかなって思って見てるんですよねはいだって会社のこと考えたらだってそんなに言いなりになる方がマイナスだって思うじゃないですかねどっちかっていうと個人的な事情じゃないですか でえー、とそして彼らは犯罪の実態を知りながら儲けるために見てみるのをふりし続けてきたわけだと。で、えーと、ジャニーズにもただ見てくれがいいからミスター・ジャニーの犠牲になって売れたというものばかりではないと。で、才能があって世に出たものは少なからずいるはずだということですね。ただ、ここまで事件が懸念されるとあいつもひょっとしてとかですね、あらゆる色眼鏡で見られてしまうだろうということですね。 これはことです、ねまあ、ジャニーズ事務所としては正直一番ここを気にしている感じがしましたけどね被害者に対してとか視聴者に対してとかあるいはいろんな各関係者よりもこれを一番気にしているっていう感じのところありますけどねはい。でジャニーズのタレントはこれからそういう世の中の不条理に向き合うことになるということで、まあ、ジャニー氏も罪作りであるという記事でございましたっていう形ですねはい。 これは至極真っ当な批判なんであって、これがなんでね、過去全然出てこなかったというか、まあ、<laughs> まあ私たちょっと業界の力関係がわかんないんですけども、もう業界の大物中のものでも、倉本総んでも、やっぱりジャニーズの、まあ、なんて言うんだろうな、力には完全にはね、抗うこともできなかったっていう感じですかね。だから今からね、いろんな人の作品を見ていったときに、そのなんか、 業界勢力図みたいいいななのの当ててはめるると面白いももが見え,見えてくるかもしれないですよねはい、はい、続いてですけどまた似たような経験をされたのがですね奥山和義さんという元松竹の専務ですかねお父さんが社長で専務でという形で今は映画のプロデューサーという肩書きでいいのかなで、まあ、関わった作品がすごくてですねえっ、ー、とまあその男凶暴につきとかですね ソラチネとかですたけしさん系が多いのかなっていう形でまあ、えー、と素晴らしい映画をたくさん作られてる方っていうところですかね。はい、で、えー、だけど今はなんかその松竹をなんていうんだろうなこう乗っ取りっていうのかの追い出されかなみたいのをされていてこれについてはちょっとかなり興味深いんでね、まあ、あああのいずれ掘ってみようかと思うんですけどご本人のツイッター見てるとですねなんかあの。 まあ、昨今のジャニーズ問題見てるとその件が自分が追い出され事件に関わってるのかなとかなんとかっていうのをちょっと思い出してるところもあるので、まあ、ちょっとねこれ深いか話かもしれないんですけど、まあ、いずれにしてもですね映画プロデューサーの奥山和義氏が えっとツイッターで35年前にジャニーズ事務所を辞めたばかりの俳優本木さんをキャスティングして以来ジャニーズ事務所から出禁的待遇を受けたと明かしたという感じでね、まあ、こんな話がボロ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 よく出てきますねあの <laughs> はいで奥山氏はえっ、ー、とジャニーズ事務所の子ジャニー北川氏による、まあ、加害問題についてまあまあえっ、ー、とですね再発防止特別チームが記者会見を開いた件を受けって感じですかねはい でジャニーズの件、外圧で初めて正義の見旗をかける人が多いが、あスマップの,あの異常のお詫び会計はなぜスルーだったのか素朴に疑問とで、そっちの問題とは違うが、やっぱり今思い出しても異常だったということですね、大林監督も言ってたと。で、日本の自己制御装置は壊れているのか、それが戦前と酷似していると言及という形ですかね。はい だから、まあねまあ、でも今あの、テレビ等々共犯者が、ね、このジャニーズ問題の件について注視していくとか言ってていやいやいやみたいな <laughs>、まあ、そう立場一緒だからねっていうのはちょっと思ったりするわけですけど、はいでえー、と続けて、えーと 35, 年の前えー、35年前の話としてジャニーズ事務所を辞めたばかりの本木さんをキャスティングしてでそこでメリー北川さんよりによく考えてと言われたと。 で、まあ、そんなことをね、なんで言われなあかんねんみたいな感じなだと思うんですけど、で、ダメならはっきりそう言ってくださって返事したところ、ダメとは言わない、もう一度よく考えてと、十項を促されたって感じですよね。はい。だから、あの <laughs> これをなんか、でも、ジャニーズロジックっていうんですかね、ジャニーズ論法で言うと、これは圧力にはならないんですかね。だって、使うなとは言ってないじゃないですか、みたいなこと言い出しそうですけど、怖いですよね。で、 で、実行して魅力を感じての配役を受けて、まあ、元木さんを使ったということで、まあね、だから、ある種ここで頑張ったことによって、俳優元木さんのね、まあ、素晴らしい役者さんですけどね、が花開くことになっていたのかもしれないですよね。はい。で、まあ、結局、それ以来、えー、ジャーニーズ事務所を出禁く待遇と明かしたというところですかね。はい。まあ、この辺がね、まあ、悩ましいところで、でなんか、ほら、 普通に使いたい、実力だけ見て使いたいタレントがジャニーズ事務所の中にいて、本来だったらそれで、まあ、この人とで、あるいは別の事務所、この人っていう感じでやりたいんでしょうけど、もうなんかその、いわゆるこうね、ジャニーズに従わないものは使わせないってなっちゃうと、扱いたいけど、まあ、扱えない、あるいは使っちゃうと、ジャニーズだらけになるとかね、なんじゃこれみたいな <laughs> 状況で、それはエンタメ業界レベル下がるわみたいなとこありますよね。で、えっ、ー、と、 で奥山氏がプロデューサーを務めた映画っていうのが226事件の話ですかね。はい でメリー氏はジャニー氏の実姉で今回出された報告書の中ではですねメリー氏が何ら対策も取らず放置と隠蔽に終始したことがジャニー氏の加害問題を拡大を招いた最大の要因であると認定されているとだから周囲も含めて黙らせる要因の一つにやっぱりメリー氏の圧力問題っていうのがあって実際言、えー、うことを聞かないとある種干すような行動に出てくるというところですかねでさらにあえてあったことをなかったことにするそれを今の日本では簡と 簡単にやってしまうとそして不都合な人間を抹殺するという形でね本当のことを言ったガーシーさんをまるでま,ま,まさに抹殺しようとしていたわけですけど、まあ、この件もどうなるかっていうのはね、まあ、ちょっと注視ですけどね今変わり目なんでねあの分かりやすいんですけどでもこれが一昔前だったら簡単に抹殺されて終了さよならってことですよね。 で、いなかったことにすら舌がるって形ですよね。だから、SMAP の森さんとかそんな感じにされそうになったけど、みたいなとこですかね。はい。で、海外の映画ですごいと思うのは、あったことは決してなかったことにはせず、冷静に分析し、なぜそうなったかを掘り下げる、そこで人間の進化を見ることができると投稿したって感じで、まあ、これは本当にそうで、今回の件を受けて、まあ、反省してるんだったら検証するべきでしょ。だからそれが全然、 なくなるべくこう。 最小限に留めようとするやんなきゃいけない部分をやるんだけど最小限にとどめようとするって感じでテレビなんか完全に共犯者で先般ですよにもかかわらずなんか出てくるなんか局アナみたいな人がですねこれは薄く広くみんな知っていたのだから同罪だみたいな <laughs> 今そっちの方にも持っていこうとしてるわけでしょいやすごいですねとその一方でジャニーズのタレントは使い続けるとかあるいは人権とビジネスの関係性の中でまあまあ要するに相手に要求をして要求さえすれば使え 変えるとか、ね、まあ何かそういう感じでなんかねまあ、まともに向き合おう方としようとしてるとはちょっと今んとこ思えないんですけどねまあ局によってまあちょっとねグラデーションはありますがここについてはまあもうちょい時間がかかるんですかねはいいまだなんか今まで通りなんかなんか問題が起きても俺たちなら消せるみたいな <laughs> の思ってるんですかね、まあ、結局北浩二さんの件もまあえっと前回ですかね 前の動画でやりましたけど、まあやっぱり風化に5年間ぐらいかかったっていうぐらい、まあ結構衝撃的だったらしいんですよ、当時ね。そう。でも今やほとんどの人が知らない状況になってて、まあ今回の件も5年頑張れば消えるみたいなことに思ってるかもしれないですけどね。はい。というところで、一旦だから下火にはなるんでしょうけどね。そして、 そしてさらにさらにですね、えー、と小泉京子さんがもうこの件に触れるという形がありまして、これ、スポディニッチさんの記事ですけれども、えー、と女優の小泉京子さんが JWAVE に出演して、まあ、今回の件についての問題点を語ったっていうところですかね。はい、だかかかから、まあ、やっぱり芸能人がこの件なかななか触れなかった たわけですけど、まあ、ようやくっていうんですかね、いわゆるねなんかほら上沼恵美子さんとかななんてうのこのそのご意見番っぽい人たちが触れないの無理じゃないですか。どのその情報番組で出たりとかね、あれ普段ご意見番 ですっていう予想っていうのにこの件触れないわけにいかない人たちは触れてんだけど、まあ、そうじゃなくてまあ本来だったら業界全体でもっと大騒ぎしてもおかしくないのに全然触れねえなと思ったところようやく大物の方から少しずつですよねだからで特に出役の人が触れるっていうのはなかなか大変だと思うんですけどやっぱりまあ大手事務所をねまあ数年前に辞められたのである程度自由に発言できる小泉さんあたりからちょっとねいろんな声が出始めているという感じですかね。うん まあ、あとは、まあ、こういう時はあとはね芸人さんは強いなと思うの芸人さんは普通に触れてるみたいなね <laughs> いうところがあってはいでえっとですねえー、っとでミュージシャンで音楽評論家のえ、うん あれですね。まあ近田さんとのトークの中でですかねで。で、小泉氏は以前はテレビっ子だったが、現在はリアルタイムでテレビを見ることが2年ぐらいないと。まあ、こういう人多いと思うんですけどね、配信してる番組を直で見ちゃうですかね。テレビそのものを見なくなってるし、大体もう YouTube か何か今、見たいものを見たい時に見れるのに、その時間に合わせてその、ね、番組を見ようってなると、相当面白くないとね。 あの見ないといとう形ですかね、はい、だから先日の私ほらあの何だっけ B 版めちゃくちゃ面白いものをですね久々にテレビが作ったんで見ようとしましたけどあれも結局自分が見たい時に配信で見ましたからねあの <laughs> はいという形でその時間を待たないって感じですよねで今テレビがあ特にそうで、えー、ジャニーズ問題でも言われ始めてるけどメディアが出る前に ああ忖度してくっついちゃってて報道してこなかったことがあって今一番悪い海みたいなのが出始めちゃってるのがテレビとかラジオと指摘したっていうところですかね。はい で、ご自身はめちゃくちゃね、そのテレビ界で活躍してきたわけなんですけども、えーと、視聴率を競う時代があって、それでどんどんテレビの世界や芸能界が露悪的になっちゃって、そんなお笑い番組ばっかり目立つようになって、飽和状態のその次が見つけられていないっていうとこですかね。まあ、これはちょっと独特の表現ですけど、まあまあ、変化に対応できず、ちょっと今までの形でやっちゃってる結果、まあ遅れてってるよね、みたいなとこですかね。はいで えっとまあ以前は全てのドラマを見るなどテレビが大好きだったが急に熱が冷めたのはほん多分本当に見たい番組が減ったからといいって感じですかね。自分の興味が変わったっていうのがあってってあるけどまあドキュメンタリー番組等々と言ってると思うんですけどなん,なんて言うんだろうな今やえー、っとですねあの なんて言ううだろう見たいものが出てくる時代だ YouTube 見ててもねだからまあ過去はテレビしかなかった時代で言うとテレビの中から選ぶからその中でドラマが好きだと思っていて見てたんだけど多分 YouTube とかいろんな配信系の見てると本当に自分が興味あったものはこっちだったんだっていうところでよく見てるやつが、まあ、結局おすすめしてくるやつがこれだってことでしょ美術系とかドキュメンタリー。 そう。で、そういうのに気づいて、じゃあ、その良質なやつを見ようとしたら、じゃあ、それネットフリックスにありますとか、まあ、そういうことになっていくわけでしょ。アマゾンプライムとかね。はい。という形になっちゃってるっていうところじゃないですかね。はい。で、要するになんか雑って感じですね。今作られているコンテンツがね。はい。そう。だから、まあ、雑っていうのはどういう意味かわかんないんですけど、まあ、なんかほら、クオリティある種のクオリティは保つじゃないですか、テレビはね。多分ですけど、 まあ、これですかなもっと心が豊かになることをみんなが求めてないみたいな形で、本当に作りたいもの作ってますかみたいなところになるんですかね。はい。で、まあ、とにかく今、習慣だからつけてるだからねって言いたい感じあるってことで、まあ、これはもう10年前ぐらいの意見の話で、もう今や、もうなんだろうな、誰が見てんのかなっていう <laughs>、まあ、見てますよね。見てるのかなはい。っていう感じになってきてるって感じで、まあ、だから、えー テレビを見る習慣を身につけたまあまあ変わらない人たちだけがまだ見てるって感じですけどね。はい、で求められてるのは上質なコンテンツだよということをまあ話されてるって感じですかね。と、はい、いうところで、まあ、まあそれ以前になんかこう時代に乗ろうとしてるっていうか まあ過去テレビというのは時代を作っていたわけで今はなんていうんだその惰性っていうんですかね親の遺産で生きてるみたいな感じになっちゃっててもう今の時代は作ろうどころか乗っかろうすらないみたいな感じに見えるんでねはいまあまあとっくにオワコンなんですけどねただやっぱり過去の資産っていうんですかね一時代を築いたんでめちゃくちゃ遺産があるっていう状態なんで、まあ、それで今今だに権力持っていてっていうことでそれは崩れつつあるのかなみたいなとこでしょうねはい。 いずれにしてもなんとなくちょっとずつ風穴が開いていくと開いていくと上まで開くとぐんと開くのかなと変化を期待したっていう感じですかね、まあ、ただテレビでき生きてこられた方だけあってテレビもちょっとね、えー、期待しているような、まあ、感想もされ言われてるって感じですかねはい。 まあこの辺はね、なんか、うん、テレビに対して愛着ある人はみんなこんな感じの感想を持つんですけど、まあ、私も昔そういうのも思ってた時期もあったんですけど、どのくらい前かなもう結構途中からもう諦めたっていうか、無理だよねって思いました。もう構造的に無理だと思いましたね。はい。 ただまあなんかあがいてるとどうにかなるっていうのはやっぱあるんでねあがいてるそのまあ NHK においても TBS においても全体ではないですけど一部こうあがいてらっしゃる方がいらっしゃってそれが一つの熱となって何らかしらの方向性に行くんだろうなっていうふうに思ってますけどなんかもう惰性で今までり行くぜみたいなふうに思ってる人は本当にそのままさようならみたいな形に私はきっとなるんだろうなっていうふうに思ってますねはいまあそんなような話でまあもっともっとね多くの人がね自分が思うことを 思思う、ま、思うがままままにに話せせるよななな時代になっていったらいいなと思います、はいとすすはんあとねちょっとすっかり忘れてましたけど木村拓哉さんのちょっとタイトルにいたんでこの伏線だけか伏線でもないか回収していきたいんですけどはいえっ、ー、とこちら「週刊女性プライムさんの記事」でスポンサーがつかないかもっていうことでまあ、この話は以前からあるんですけどまあ えとスポンサーさんがつかない、それから、えー、と現場っていうんですかね、神奈川県警からちょっとね、あのロケ先 NG みたいな話は出てたと思うんですけど、さらにキャストの方が交番を申し出ていたっていう話が出ていて、まあ、これがちょっとびっくりみたいな話ですかね。はい、で一応これやろうと思ったのは、先日木村拓哉さんのこの件話したときに、私が競馬って呼んじゃって、競場だよっていうツッコミを何回くらったかな。コメントを3つか4つに1回ぐらい、まあ、怒られるという事態に当たりまして、はい、勉強し直しました。競場ですね。 はい。<laughs> ということでございます。ということで木村拓哉さんのこのドラマを見てないっていことがバレてしまいましたね、はい。ということですかね。うん。まあ、いずれにしても,なんかもうさ、なんかもうど、どうにもならんすよすね。スポンサー NG、ロケ先 NG、キャスト NG 出ちゃうと、で木村拓哉さんでこれですよ。っていうことになっちゃうと、じゃあ、他はどうだろうと。で、よくよく考えたら、スポンサーさんがつかないっていことは、 つきたくないとかね言ってるのを見た時にじゃあその他の芸能事務所とかあるいは俳優さんとかで見ると俳優さんだって他の俳優さんだってやっぱりあのドラマで活躍してで,で CM に出るととにかく利益率が高くてっていうビジネスモデルでやってるじゃないですか。でだからとにかくドラマっていうのは、まあ、そのお金とか、まあ、そのやりがいとかそれもあるんですけどやっぱそこでイメージを上げて知名度上げてで CM を撮るみたいなビジネスモデルになってるんでそこでイメージ避けた意味ないじゃないですか。 スポンサーさんに嫌われたらね。だからそういった意味において、よく考えたらスポンサーさんが逃げるっていう時点で、他のキャストもやりたくないようなっていう形で、思った以上にこの、まあ、交番ドミノっていうのは続くんじゃないかなって、ちょっと思ったといううなお話です。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。